エニーワイヤーズリンクのご紹介をいたします。エニーワイヤーズリンクは従来にない様々な付加価値をプラスした革新的な勝敗戦システムです。まずこちらをご覧ください。こちらは超小型のリモート IO です。2点タイプと8点タイプがあり、2点タイプには防水仕様のものもございます。このように小型なユニットを使用することで勝敗戦だけではなく小スペース化にもつながります。また8点のターミナルにつきましては従来のものの体積比で約3分の1のサイズとなっています。接続方法についてはネジ端子台やユーロネジ式イーコンタイプなど計6種類からお選びいただけます。またこのようなアナログ制御ができるターミナルも登場し、さらにパートナー製品として電磁弁マニホールドドライバーなどもございます。こちらがエニーワイヤー製のアズリンクセンサです。まずこちらが光電センサで、保護構造が IP67 仕様のものが登場いたしました。こちらの近接センサも同じように IP67 仕様、上は対スパッタ仕様となっています。こちらは連結型のセンサーアンプで、上から光電アンプ、ファイバーアンプ、近接アンプとなっています。圧力センサーは制圧、負圧、連制圧、低制圧タイプがございます。このセンサーのラインナップは今後さらに増やしていく予定となっています。アズリンクではセンシングレベルの監視や上位コントローラーから感度や識位置の設定ができます。この機能によって生産現場の予防保全や初固定防止、メンテナンス工数の削減などができます。このような光電センサーは生産現場でよく使われていると思いますが、導入当初は一番上のようにきちんと光軸を合わせているのでセンシングレベルは高い状態が保たれています。しかし時間が経つにつれてこのようにセンサーの光軸がずれてきたり汚れたりするケースが出てくるかと思います。真ん中のような状態であればまだセンサーはオンオフ可能です。さらに一番下のように光軸のズレや汚れがひどくなった場合、センシングレベルが識位置を割ってしまっているためセンサーはワークがないのにオンとなり誤検知が発生してしまいます。アズリンクではこのような状態になる前にセンシングレベルの低下をシーケンサー側に情報伝達いたしますので、センサーが誤検知を起こす前にメンテナンスを行うことができます。万が一突然一番下のような状態になったとしてもこのように上位から識位置を操作することで強制的にセンサーの機能を復帰させることができます。以上のような機能を備えたのが革新的勝敗戦エニーワイヤーアズリンクでございます。ぜひ一度御社のラインでお試しいただければ幸いです。